ね。いやでもだからその中に入れられはすごい。あ、はい、録画を開始しました。あ、これもう出てますね。はい、これ出てるの引き出しがあるから。そうだ、そうだもん、それ。立花君とダンスできるやん。演技もできるし。絵も描けるし。そうそう。なんかそういうのをやっぱ持ってる人は、うん、な、あの、なんていうの、歌舞伎歌舞伎か。あ、じゃ歌舞伎、歌舞伎かな。俺間違ってるんですけど、稽古1000円と全然。歌舞伎稽古なんかもう、昔からやってる、絵文字とかでやるから、それをどうだって言うか。え、前もやってないそれ、そうだから、そこでもう、なんかそんな感じの個人の判断で決めていくっていう感じがあって、それ、それや、これでも、後半ちょっと絡めていきます。あ、はい、では、参加させていただきたいと思います。なんだよ、急激にごめんなさい。はい、すみません。はい、すみません。いきなり怒られてます。はい、ありがとうございます。あ、どうも。はい、こっちです。はい、ございます。それでは、始まりました。ぬるっと始まりました。はい。はい、第1回目、空飛ぶ観劇部でございます。観劇部ですね。観劇部です。空飛ぶ観劇部。はい。はい。この番組はですね、まあまあ自己紹介いいですか。自己紹介します。自己紹介するのやめまして。自己紹介しましょう。はい。今は向こうですか。足立県の自己紹介。そうよ。すごいからね。肩ばっかりしてますからね。また。ね、今はもうびっくりしました。はい。はい。マグラストカフェで作演出をしてます泉博介と申します。よろしくお願いします。へい。すごい。大阪でほんのり来てます、立花祐介です。あ、舞台映像やってます、SPC 演劇場の竹山孝之です。いやあ、そして本日のゲストでございます。ゲスト一番映りにくいと思います。はい、ゲストの観劇ヒドロの黄色と申します。イエーイ。現在、演劇起用が
はい、って思ったもんですね、はい、なるほど、うん、これっぽいですね、現代エセ非演劇批評学どういうことになるの、ええええこれでエセですか、非なるものとか言ってエセです現代の演劇ではない演劇ではないことのもう良いのできたものですよあるあるどうなっていくねんもう僕はゲストでどないしようごめんなそんなんみんな一緒やでスタートラインは全員のスタートライン一緒やで何にも変わらへんで俺らもありがとうございます。うん、だからいいね。俺も分からへんから、ね。いやいや、だってこれ。だから、企業君が作っていくねんね、この番組を。ちゃいますよちゃいますでしょそういうことですよ。もう、まあ、はい。で、まあまあ、じゃあなぜ、ヒーローさんに来ていただいたというところなんですけども、はい、本日のテーマトークが。テーマトーク。テーマトーク。はい、テーマトークしていこうと。トークテーマじゃないですか。うん、まあ、そういうふうに、そういうのは、竹野さん、さらっと流してるんですよ。お昼、すっぽんなしを取ったとこで、その流れから、立派な感じが回ったのきょうは、だからテーマで、エンタメ系っていうのをやっていこうと思うんですが、はい、エンタメ系、そうなんですよ、エンタメ系っていうのは、演劇ファンの人は聞いたことあると思うんですけど、なんとなくうまいことを使って、使っちゃうことですよね、結構。そうなんどうなんやろ、それからまず結構疑問もあるんですけど、そうなんですか、使う人使わへん人って。ああ、なるほどね、うん。逆にエンタメとは呼んでくれるなっていう人でしょ。もちろんもちろんあるし、エンタメ、でも若いところで結構、ホームページでエンタメ系の演者さんですっていうところもあるし、ところもあるし、エンタメ芝居とかエンタメ演劇とか、うん、なんかいろいろあるんですよね。うん関西エンタメ系みたいなジャンルみたいな使われ方もびっくりとかありますね。あるんですよ。エンタメ系ってみんななんとなく使ってるんだけど、何なのこれはと。関西でのエンタメ系という言葉に関してですか。はい。関西エンタメ系って何なの、うん、っていうことを今から1時間半で結論出していこう。あいつ暴力的な番組ですよね。暴力的。暴力的に行こう。なるほど。いい感じですね、はいうん、っていうそういうことです、はいはいどうしたんですか、むちゃしていただいたのは、まさにそのエンタメ系という形 で劇団の作品を持っている斬撃にとこれからの関西を初見になるなんとなくエンタメを使ってる劇団ねそれはそういうスタンスほどくとそのエンタメ劇団がどんどんなくなっていく中、今ね、そうですね、的にもそうです。あ、そうですね。次を狙っている。流行らねえんだな。エンタメ系は流行らねえんだなって。エンタメ系は流行らない。流行らないのかもしれない。エンタメ系がってこと？いや、わかんないですけど。だからその名前使ってるみたいな、うん、なんでだって今、うん、あったじゃないですか。うん、なんでだって僕もなってますから。なんでかというとその理由がエンタメというものが何だろう理解はそんな深くなく多分使ってるんです僕も含めたテーマに関してただ多分でも手に取ってもらいやすさとかあエンタメ系というのを書いておくと手に取りやすい言葉はまあ確かにねすっごい便利なんですよね果物屋さんに行って美味しいよって言われるのと同じ人性質を僕は持ってると思ってあもう見るから面白いよって言ってるって例えば非常に面白いよって言ってるちょっといいですかすいません若干ね若干過ぎる感じあるそれも僕も余裕あるバナナがだからあるよあるよ、まあ、新鮮ななんとかみたいな新鮮なんでも海外野菜とかで新鮮やけど新鮮なみたいなのつけとくとバナナで言うとバナナは手作り風おにぎりあそうねそういうハンバーグだけ手作りじゃないやないかそうねそれこれパッと悪いんだなまあまあまあそこそれポイント溜まってるガッツポーズしたら大体 OK に今に言い出すすめよすめよすめよあとよじゃあ早速テーマはそれで一応いくということで、はいだからもう、はい、具体的にじゃあ作品を挙げて話していこうじゃないかと、うん、
うん、はい、ちょっと思いますけどね、うん、まあまあでもせっかくここでやってるわけなので、うん、ここ過激団体日本橋事件じゃないですか、はいはい、そうです。でもここは動画の配信もね、演劇動画の、うん、舞台映像のオンデマンド配信できる、やってはる、事務所の店舗コーナーなわけですけども、うん、そこのオンデマンド配信の中で、アップされてる作品の中で、なるほどね、はい、これが俺の一押しの絵、誰だよっていうのをそれぞれ皆さんに1本ずつ用意してきていただきましたので、はいはい、これをね、1本ずつ上げていってもらって、はい、でまあ、どうぞ、4人じゃあ、全員好き。せーの、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 いきますか、順番で、順番にいきましょう。そこは大人になって、順番にいきましょう。じゃあ、まずゲストの、その、まあね、エンタメ、若手エンタメの座長さんの、はい、ちなみに若手エンタメの座長さんのところの作品は、鍵様に入っているの？上がってるんですけども、どう出るかですね、これ。ようですよ。もう分かっていただければ幸いです。この感じ。じゃあ、はい、どうぞ。はい、では、はい、お願いします。僕の、はい、おすすめ作品はですね、ミヒンコタオさんの、はいはいはい、ショートショートですかね。はい、わしが燃えて、死ぬまでの話しました。の大炎上というやつね、あとあちらに違う、はい、あちらに違う、まあ、ちょっと言うまでの話、そうです、大炎上、大炎上、大炎上、なるほど、なるほどね、ご紹介をしたのか、もう、皆さん、全員、これ、メーカーみたいな、見てください、これ、ね、おいしい、あ、いいですね、これ、ものすごい、いろいろ、振ってるかなって、あっ、あっちだ、こっち大炎上、こっちですね、あ、なるほど、こっちは小炎上、小炎上、小炎上、これはもう男だけでやった作品で、そうですね、男6人だったかな、7人だったかな、大炎上もうちょっと出るのか、9人ぐらい、結構出てるんですか、で、本能寺の変の話、そうなんですよね、はい、時代劇ベースのお話で、もう時代劇やからどうとかは関係ないんですけど、うん、僕のこの、まあ、ワードといいますか、おすすめできるところ、あ、これも説明しないんですか、あ、そっか、それ言った方がいいんじゃないですか、これ、聞いていきましょうか。それでおすすめのこのキーワードが出てきて、あ、ちょっと拾ってる、あ、なるほど、じゃあちょっとそうですよ、説明しておきましょう、趣旨を説明しましょう、ね、フリップとカメラ、カメラが僕ら向けです、それすげえなあ、カメラ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 、俺もそう思ってて、なんか結構やなって。分かった分かった。いきましょう。はい、行きましょう。ね、あ、これで、何でしたっけね。はい、これ、今ちょうど文庫をね、あ、そうそう、文庫をですね。ワードは決まってないですね。まだ決まってない。決まっていってますけど、例えば何が上に来て何が下に来るかってのはないですね。まあ、X 軸と Y 軸でこれ分布図を作ろうとしてるんですよ。だから、カメラに見たいはい。作ろうとしてるんですよ。派手とか、派手とか、人目明るいとか。そういうことです。音楽ガンガンかかろうとか、静かとか、そういうので、大事軸を作って、ね、その上で、作品をどこに取り込むかっていうことなんですけど、まあ、最初にだからその作品を1本ずつ上げる段階ではどこが特徴的だったかという推しポイントを言っていただいて、それをメモしていって、全員が上げた段階で、まあ、これ軸2つしかないんで、そのワードを2つに絞りましょう、はいはい、それで多く出てくれば当然それはありってことですね。あ、そうですね、みんながこの項目が、この4作品の中に共通するものがあれば、それは絶対最優先に選ばれることです、ね、そうですね、それで、あとは強く、やっぱりこれだと足りない場合は、押していく、熱弁していくって感じ、なるほど、はいはい、で、最終的に、軸が2つ選ばれましたら、はい、これに、じゃあ、次の段階は、引き上げた作品たちは、どこに当てはまっていくのかという分布図を作る。はい、
そして、当然ながら、ね、あのこっちが0というかマイナスでこっちがプラス、うん、上がプラスで下がマイナスになりますので、はいはい、左上に来たものが一番エンタメであると。なるほど。右上に見てる方から言えば右上に来たものが、はい、ここですね。一番エンタメである。半劇三昧の中で一番エンタメ作品である。そう、逆算していけば、うん、最終的に逆算して、じゃあエンタメっていうのは何かっていう、はい、そういうのも導き出せる、導き出そうという、はい、いいと思います。はい、ね、だからどんな事故が出てくるかというと、そうですね。そう、だそれもありきで、とりあえず今、じゃあごめんね、ああ、そうですね、はい、はい、ダイエの作品について、ダイエの、まあもうほん3つ4つになると思うんですけど、まあ一つはもう僕の劇団でも重視している暑さですね。多分すごいニュアンスがいろいろあるとは思うんですけど、選手まあ関係が変わってくるんです。違いますよ。違う、それ乗らんで、ドラゴンだけで一くだりこれ。次行ったら。暑さ、ニュアンスは多分あれぞ。暑さかなと。気持ちの。気持ち、そうですね、勢いだったら。行くじゃない、行った行った。ごめんね。あ、ごめんね。2個目は、アホさですね。アホさは、なんやろ、あの、多分、その、バカバカしい内容なのか、例えばやってることがすごくぶっ飛んだ内容なのかわかんないですけど、お客さんが見て、あ、アホやなっていう感覚がちょっとでも出るようなのが、多分、まあ、どういう作品でも、その演劇でも芝居、だけじゃない、あの多分小説でも困るもんじゃないですけど、まあ僕はそういうのはちょっとエンタメの匂いがするんじゃないかな。なるほど。それは単純にギャグということじゃなくて、そうですね、こっちがああもうアホやなって、もうギャグでも全然いいんですよ。ギャグでがたくさんあるからっていう評価でもいいんですけど、まあ関心を通り越した先にというか、関心の、だから例えば100分ずっと走っとるとかでもアホやなって、ああなるほど、そうやっているなっていうのも含めて、そういう、まあ、暑さにと通ずるものがあるニュアンスがすごい似てるかもしれないですけど、まあ、その2つがとにかくもう満載の作品で、大きくこの2つの方があるんですよ。なるほどね、なるほどね。あとはもう役者さんの個人の、なんていうか、あのすごい作品としてどうっていう見方もあると思うし、僕は役者さんがどんだけあの規定路線から外れようとするか、お遊びの要素というの、規定路線というのは、まあ、話おそらく数字とか台本に沿ってるとかは、まあ、見てても実はそれが全部台本やねんって言われるかもしれないんですけど、それが外れてるようにこっちから感じれば多分勝ちやなとは。なるほど、ね、普通の気象連結からちょっと外れたようにしたら、最悪なくてもええやろっていう、なるほど、ね、いうところだから、そうです、脱線ですね。アドリブ的なこと、アドリブも多分入ります。アドリブも入ります。アドリブだけ限らず、限らず多分その稽古場で多分なくてもよかったのに、なんで入ったんやろ、でも面白いなとか、そう、見方としては多分たくさん見られるお客さんからは、ちょっとその見分ける能力が強い人もいるかもしれないんですけど、僕は割とそういうのを見つけると嬉しくなる。ああなるほどね。そう、もう一個ぐらい、そんな即興っていうか、なんていうか、まあ、なんてワードで、なんだろうね、遊びって言うんですかね。さっき言った立花君が言った脱線っていうのはありだと思う。そうだね、いわゆる本筋からはずれるって、ね、あ、なるほど、そうです。あ、でももう一つ見てしまう、ちょっと増えすぎるとあるんで、そうですね。あ、でも本当にこの3つが、あ、なるほどな、感じがする。熱さと、アホさと脱線ね。いいね。似通った。いいね。この番組いいね。初めてだと思う。面白いな。もう感動せんじゃないと。まだ女方残ってるんで。行きましょう。ぜひ。じゃあ次、誰に、何か、我こそはっていう。俺、なんか、いや、でもちょっと忘れてるかもしれんけど。取りに行かなかった。そうです。え、そうなんや。ここなんだね。はい。見てへんもあったり、いろいろあるんですけど、ちょっとこれ、どうかなって思ったのが、おすすめ、おすすめというか、エンタメ系だなと思ったのが、これがエンタメやなっていう定義に当てはまる作品。僕ね、パノラマ倒産。あお、これ、だから、最近のではないので、はい、どうなんかなと思うんですけど、ね、まあ、その、僕が、まあ、ちらっと見てたのはその、探偵アリスの作品が、CD がそちらにあるはずですね。そうですね。
これですね、これがなんか、もちろん僕もイリコターボさんはまず筆頭に上がってきたんですけど、あ、ありがとうございます。こちらなんか見た目はちゃうな、ちゃうな、なんか見た目は構造的な意味ですか、これなんかね、それこそあの時代のプロデュースのお芝居なんですよね。ああ、そうですね。劇団でやるというよりかはプロデュースで集まってるお芝居で、もともとがなんかテレビの方が読売のプロデューサー、そうですね、やらはってっていう。で結構そのお話の内容であったりだとか作りであったり、その例えば歌があったりだとか、そういうのも含めて非常に僕の中でエンタメっていうのに合致した感じだったんです、うんうんうん、で笑いあり涙ありサスペンスとか、まあ、感動もあり、で話の筋もまあ追いやすくはなかったですけどまあ割とそのしっかりと音楽的な軸があるのではないような作品であったり、まあ、そういった部分から僕これが結構推しかね。なるほどね。これがこそエンタメの一つ。なんかね、ある種の競争感、競争なんていうの、わーってやるじゃないですか。ああ、狂った感じの競争感ですね。ラプソディの方、ね、祭り感というか、あれが結構要素としてあるかなとは思いましたね。お祭り感。でもね、僕ね、それちょっと調べてたので、20個ぐらい項目上がってきて、例えば演技であるとか、演技方法であるとか。見せ方であるとかっていうのを結構めっちゃいっぱいになっちゃったんで、それは全部言えへんな。この間の芝居のダメ出しも書いてあるこんなに書いてんねや、書いて書いてる、この間は、この間はそうそうそう、3つザーッとあってすごい、あ、エンタメやったから調べたってこと、まあ、それもあるけど、その後で見てみて、ダンスがあるものがどうだとか、パロディになってるのがどうだとか、マイムがどうだとか、人数の多さであるとか、なんかネタの方向性であったり、感情の起伏をどうするかとか、いろいろあるんだけど、まあ、なんかその競争感的なのが収まりましたね。なるほどね。お祭り競争感、お祭り感、競争感、競争感。でもだからそれはね、実は、次回かもしれない。近いやつはでも並べといてね、後で合体しようか、あ、そうですね、いけるんで3つとりあえず、もう2つぐらい、じゃあ僕は、これもだからリアリティをどう出すかっていう方向性なんですけど、の、まあ、リフォルメという手段を使ってたんですよ、なるほど、リフォルメと、リフォルメ、あ、それはなるほど、だから僕らだったらこれ取るけど、立花君がバーンって取るってなると。あ、どうなの、まあ、取れてないですけど、まあなんかこの素早さとか、パッとお客さんが目に行く感じとかっていうのは、やっぱり、ほら、ボケたやんか、違うと思ったとか、ここを強調させるというか、取るという行為を強調させるとかいう、そういうのをお客さんに届けるっていう、まあ、演技も近いんですけど、それの部分はあると思います、ね。どっちかというと演技論的な。もう僕、こんなんしかダメなんでね。そうなんですよ。そんな感じなんですよ。そんな感じです。はい、あともう一個はあるかもしれない。もう一個は何しようかな。はい、あるけどな。でもあとはさっき言った脱線は僕もあると思う。あ、なるほどね。うん、ここ脱線結構。骨組みだけで言うと本当に起承転結、さらっと言えば10分で終わるような話を2時間にするっていうのが多い。2時間にするっていうのはこれ時あるかもしれないけど、演劇ってその本読んでるわけじゃない。実際に肉体になんかこうセリフを言ったりとか動きがあって、それでなんかわからないけど面白いなという感じがあるわけですから、そこを重視してるなとは思いますね。商品であったり、はい、ちょっと学会っぽいことか、学会っぽいですね。僕ら学会員ですから一応ね、一番番組始まって何にも言ってないですけど、ワン、ツー、スリー、フォー、僕に言わないで、はい、言わないで、1番がいい、あ、3なんですか、3です、1じゃないですか、3です、1ですよ、1ですね、分かんない、僕はね、インター、インター結婚です、オープニング作ってる、オープニング作ってたんですけど、遅れずにいながら流れてないんで、あと到着次第流そうと思ってるんですけど、まあ、まだ始まってないから、ま、オープニング連絡はどうか、オペレーターから連絡は、まあ、オープニング映像作ってる時 の、 その並びの気持ちよさで123が決まりました。
キノキオさん。僕ですか。僕はね、あのね、自分の出てる作品なんですけど、昔おった劇団のアトリエさんっていうとこと、ようこそミスターチェリーブロッサムっていう。うーん、あるあるんじゃない。僕だと思う。普通に自分の出てる劇団の中で一番好きな作品。踊る小ネタ集団。踊る演劇小ネタ集団。踊る小ネタ集団。よく言われ、よく言われてたけどね。俺はちょっとちょっと大事にした方がいい。いや、何言うんでしょうね。ダンスがある。まあ、ダンス、ざっくり言うんですけど、ね、ダンスがあって、うん、色味が多い。色味が多い。あ、なるほど。見た目ね。あ、なるほど。こう、絵的にね。一番ダンス、二番目、色目。あとはないよな。あとね、見終わった後に、すっきりするというか、終わりが別になんか難解ではないみたいなものとか、爽快感。爽快感ですかね、とか、あと、とは僕も今話聞いてて思ったのは、あの、しっかりとお客さん、お客さんを置いてかない。ああ、なるほど、それ、それ、めっちゃある、うん、それめっちゃある。僕、そうやわ。それ、あれだよね。俺の代わりに言って。言った、言った、もう言った。お客さん、そう、お客さんを置いていかない。ちゃんと説明して、こういう、なんか、バックボーンがあるのであれば、バックボーンをちゃんとある程度説明して、その分からない、初めてその言葉を聞いて、例えば専門用語を言ったときに、初めてその専門用語を聞いた人を、あのポカンってさせずに、その専門用語をちょっとある程度説明したりとかして、ちゃんと分からす。なるほど。あれ、どういうキーワードなのかな。あの演劇してるから、まあ、これ最初に言おうか分からなかったんですけど、エンタメじゃないですか、ね、演劇自体がもう。まあまあ、本来はね。そういうエンターテインメントじゃないですか。でも、この中でそこを定義するのどうするんだろうなってなったときに、何に向けてのお芝居なのか。そこのポイントでこれがいわゆるお客さんに向けてのお芝居っていうその瞬間その瞬間のっていうのがあるんじゃないかなと思ったんですよ。なるほどね。だからそのなんていうんですかね、分かんないですよ。どこその関西のエンタメ系っていうのなのか分かんないですけど、うん、その初めて演劇を見た人もついていけるっていうのは大きい。見やすさっていうこと。見やすさですかね、うんうん、見やすさ理解度というか、うんうん、見やすさ、分かりやすさ、そうだ、ね、っていうときはないですよね。入りやすいというか、そうとかかなとは思いますね。うん、あ、分かりやすさ、うん、そうですね。あ、手に汗握ったりするややこしいなっていう。まあまあ、ね、この作品でもそんな手に汗握らないですよね。そうですね。どっちかっていうと、ね、でも分かりやすさはあれ。分かりやすさはもう分かりやすさの話をちゃんと。やっぱお客さんへの分かりやすさってあるよね。うん、それはね、そうそう、演技のスタイルにも、うん、そうだよね。やっぱり出てきて、うん、本当にでも飽きさせないとか。ああ、そうか。なるほどね。僕。まあ、これ私事なんですけど、劇団の時によく注意されたのが、あの文節じゃない、まあ、一つの丸つくまでのセリフ一個あるの、そのセリフごとに体の向きとかは全部変えろ、うーん、なるほどね、絵を変えなさいっていうのをすごく言われて、だからちょっとこのままずぼーっと突っ立ててずっと喋ってたら絵が変わらないんで脳みそ麻痺してくるんですよ、見てたら。なんかもう何も変わらないから、それをちょっと動くだけで人的にはなんか飽きないっていう、目的に飽きなくなるっていう、そういうのとか、まあ、技術論ですけど。でもその技術すごい、それこそかもしれない。うん、それいっぱいあるね、やっぱ技術論あるから。目線の誘導であったりとか、うんうんうん、その興味の誘導というか、例えば今どこに見せないといけないかっていうのを全員でちゃんとここを見てくださいっていうのをちゃんとやるとか、もちろん他のお芝居でもあるけど、うんうんうん、その一つのスタイルとか特化してるよね、うん、あるよねっていうところとかね、とか思ったりして、うん、まあいっぱい言いましたけど、竹野さんは。そうなんです、僕はねちょっと悩んだんですけど、まあまあ、伊藤山プロデュースのオズの魔法使いでしょうかなと思いまして、まあこれまあね、何が一番これで
選ぶんだかというと、もう出ちゃったんですけど、分かりやすさ、めちゃくちゃ分かりやすいんですよ、そうですね。まあ、原作のほうが、原作が子供が読んで分かりやすいですからね。まあ、そうですね。もう、めちゃくちゃ分かりやすくて、なんだろう、それをちょっとアレンジして、もう前回もほぼそのまま。で、まあ、だから1番目はその分かりやすさなんですよ。で、2番目にその、なんでその分かりやすいだけじゃなくて、じゃあ何が、本当のオーズのまま、本当のっていうか、まんまオーズのままとかやってるだけの、うんうん、何が違うのかっていうと、なんだろう、この派手さっていうのの、みんな思いついたんですけど、じゃあ何が派手なのかなと思ったら、もしかして役者さんの派手さなのかなとか。別のとこで地味な役者は一切使わない。もうそれぐらい植物的な。まあでもそういうことです。はい、もうだから言うたらまあ名前も通ってるしとか、そういうところですよね。あの人出てきたぐらいにお客さんが思うクラスの人らが割と出てるという派手さなんじゃないのかなと思って。しかもその人たちが出てくるたんびに初登場ごとに歌を歌ったりとか、登場シーンごとにね、それぞれの役者さんに見せ場が全部あったりしますね。うん、そうですね。しかもすごい分かりやすいんですよね。歌一曲歌う。歌曲歌うことによって、で自分がどう何者なのかを全部言うじゃないですか。そうそうそう、歌の説明やってますかね。僕こんな人ですって言って歌うじゃないですか。で、大体お客さんは、あ、そうなんやって言って、そこから話聞けるから。そうですね。うん、でも、その派手さっていうのがあるかも。派手さね。うん、派手さね。分かりやすさと派手さ。派手さ、そうなんですよ。派手の派手さかな。そうですね。俳優の派手さ。だから、もう派手さっていうと、もうあれやから。そうですね。衣装とか照明とか音とかもあるけれども、うん、その中でも。極端に知名度とかが、まあ、そうなんですね。そうですね。そんな知名度はすごいですからね。まあ、もちろん知名度あるから、ある知名度だけでなく実力もある人らいますので、うんうんうん、ここはあれなんですけど、まあ、出てきた瞬間の盛り上がりとかがやっぱり、キャーみたいな人は、あ、でも、占領役者、僕もまさにいたんですけど、なんか、僕が知らないところの盛り上がり方というか、多分ついていってるお客さんの盛り上がりっていうのも、多分あるようで。ファンがついてるかどうかっていうのは結構大きいかもしれない。俳優のアイドル像じゃん、これ。アイドル像という意味でアイドル像ね。アニプリ、うん、まあまあ、に限らない。違う、違う、違う。アイドル像。あっちはだから、商業演技になるから。そうですね。あと、なんかやっぱ、見た目の、これは本当に見た目の舞台の派手さ、色目の多さみたいな。じゃあこれは近いかもしれない。そうですね。だから、うん、ゆうすけさんが言ってたのにだいぶ近い、意外にエンタメ系っていうのって植物的にはそういうので決まってんだね。なるほど。あ、逆にその、なるほど、見た目とパッケージングだけで。パッケージングだけでいけないのかな。あ、その論点面白いですね。目が派手。全員黒い服着てたら、ね、でもたまに昔だからピースピットさんとか、ね、あーあー、ね、ある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 、コンセプト確かにある、うん、白と黒で、白と黒っていうのも結構だからチェスの芝居とか、あ、そこまでいけばね、まあね、うん、いろいろあるけど、しっかりコンセプトを組んだ上であえて黒を選んでるっていうのは大事かな、うん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 、でもまあまあそれは見た目には衝撃はあるから、うん、ある種の派手さはあるっていう、ビジュアルっていう感じでバンと入ってくるので、うん、ビジュアルか、ビジュアルポイントかもしれないですね。そう、結構でかいような気がします。ビジュアル大きいと思いますよ、うん、まあ、とりあえずざっと出ました、ざっと出ましたので、はいはいはい、じゃあここからあの一押しの作品はこれで一人出たので、はいはい、まあ後でこれの文通が作るとしては、うん、じゃあちょっと他の作品の今上がった意外な作品のことも含めて言ってもいいので、じゃあこの上がったキーワードをね、今もっぺん言いますと、はい、全部言いますと、はい、暑さ、はい、暑さね、アホさ、バカバカしさ、はい、俳優陣の脱線力、脱線力って何ですかね。脱線力、君脱線力あるねーとか喜んでそうやね、脱線力って。あ、ちょっと
るね、ビジネス系のビジネス系なんかなんか知らんけど、なんか知らんけど、降りる力とか今できるビジネス面がよいし、ほんまにでも視点力だと思う、バッセンやったらよ、バッセン力は広くて25万これだいぶ出てどうぞどうぞ、これがバッセン力なんでハマってパノラマ島の、お祭り感、ラプソディ感、競争感、盛り上がり感という感じですかね。演技のデフォルメド、そして、やっぱり脱線力と、はい、次が、ここから急激に植物的になってきます。ダンスがあるかないか。割とパッと思いつく範囲ですね。はい、色目が派手かどうか、爽快感。で見やすさ、分かりやすさ、それから次、また分かりやすさ、見やすさ、俳優のアイドル度、色目が派手かどうか、色目はなんか派手さっていうのがやっぱ出てくるんですよね、なんだ、うん、何らかの派手さは出てくる、ビジュアルにかなり集約はされるんですけども、ぼやっとするの、皆さんね、大事やなと、なんかその派手さってところで、僕、ちょっと気になったんですけど。分かりやすさってあったじゃん、だから実際、まあ、分かりやすいよ、見てて分かりやすいけど、分かりやすいかって思う時もあるの、例えば何だろうな、普通に僕らがこうやって喋ってて笑いましたっていう笑い方じゃない笑い方をすることが多いじゃん、舞台の上で、笑うとか、まあ、それは分かりやすくされているのか、普通にこう喋ってて笑うっていう感覚とは違うのかっていうのがちょっと気になってて、なんかそれ普通にやってる方の方が普通の人は分かりやすいかもしれないなと思う時があるんだけど、あれそういう感覚はあるじゃないと、男性のせいで吸ってできることが吸ってできない制約をその舞台上のキャラクターが受けてることはあるとは思うんですよ、キャラ付けのせいで、だから君はこういう我々のする役だよっていうふうに例えばつけられてた場合はいつもその役者の前で君ができることはその着ぐるみになり何なりかぶったような状態でやるわけじゃないですか、なるほどなるほど、だからそこの一種窮屈感をもし読み取ってしまっているのであれば見てる方がそれは発生するのか、ああなるほどね、まあ、でもキャラクターを単純なものにするというのはあるかもしれないですね、そいでるからこそ足りてなくなる、なるほどそれはあるかもしれない、でもうちでもよくやるんですけど、言葉でこういうことありましたって言ったらいいことを1分半とかの尺度を脅かするんですよ、もう僕が作ってる本人も言ったらよしやっていう話もあったりするんで、それは楽しませようとしたがために逆に分かりやすいことをこねくり回してるっていうこともあり得るかな、エンタメではよく、なるほどね、分かりやすい言葉が尺が伸びて、まあだからちょっとルー薄めたみたいなですけどでもそれには楽しさっていうのも付きまとうってことだよね、そうですね、そのためにやってるのに、だからそれが優先度の話で、もしかしたらカレーやったのに食べやすいやろうと思って砂糖ばっかり入れてこれカレーやったかどうか分からなかったみたいなこと、ああどうなのよりカレーやと分かる、そういうああなるほどね、で結果カレーやって分からへんの、そう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 になるかもしれへんってこと、もともとがやらなかったつもりやったのに、なんかもやっとね、違う、肉じゃがになってね、肉じゃがに止めてこない、いや、それはいいんだと思うけど、じゃあ、例えばオズの魔法使いになりますと、ね、まあ、もちろん子供だから、需要の向きでオズの魔法使いしてますってなるけど、全く知らない人が見たら、あのブリキの人はなんで生きてんねやろかっていう疑問を持つのかみたいなところの話なんですよ、まあ、持たないですけどね、知ってるから。でもなんかそのある種の約束であったりだとか、なんでこっち向いて喋ってんのとか、そういうのってあるのかなと思った。ああ見てる人がそこに疑問を持ってしまうけど、ないと思うんだけど、それをごまかすというかうまくする技術がエンタメなのかもしれない。いやでも子供にはもしかしたらあるかもしれない。ああなるほど。あのね、いや僕もだからやっぱり小学校の土佐回りとかするんですけど、やっぱり大人はそれはお約束やと思って突っ込まへんところに突っ込んでくる、大人が見てるときはそれはもうお約束やから
何もないっていうところを突っ込んできたりとかするのがそのまま走りとかですか。あ、走ってないのか。走ってないのか。例えばそういうことなんですけど、僕一番一回やったのが、うん、あの体育館でやるときって、うん、暗転がド暗転にはならない、うんうん、2個入ってくるから、うん、でも一応暗転にすると。でその時に、まあ、髪袖からあのスタンバルで、舞台は公園で花道があるんです、うんうんうん、で僕は髪袖からスタンバって板付きであのお芝居を始めるんです、うんうんうん、で劇中にどっから来たのって言われる、はいはい、で僕は花道の向こうから来ましたって言ったら、うん、子供たちはいやいやそっちから出てきたやんって嘘ついてるあいつ嘘ついてるめっちゃ声を上げて言う、声を上げて言う、まあ、子供はもういやでもそれだと思うの、そうそう、そういうだからまあお約束を知ってるか知ってないかっていうのはあるんですけど、多分大人になっていくうちにその学校の芸術鑑賞であったり何かしらの舞台に触れててある程度のお約束は身についてるんじゃないかなとは思う。でもあとはそのさっきも言ったけど、暗転開けてるか、暗転は見えないもんですよっていう、それを理解してその後に人が立ってますよ、うん、であそこから来ましたよって言ったらそれを理解するっていう能力があるとないとで違うと思う、ね、その違いなのかなと思う。死んでる人生き返る系多いやん。あとで出てくるとかじゃなくて、うん、もう死んでないじゃないですか舞台上で、ほんまには当たり前です、うん、絶対子供だから、それはだから死んでて、うん、腹動いてたら動いてる動いてるとか言うからね。そうそう、そのお客さんの方の意識っていうのは結構エンタメって大事なんじゃないかなって思って、あなんていうの、ある程度の何かを向こうに求めてるって、うん、そうそう、そのルールに乗るみたいな、ルールなんで、ルールや、ルールなんで、そうですね、うん、あのだからあれですね、あのファンタジーとかのラノベとか、はいはいはい、結構そういうものがないと読めなかったりするじゃないですか。難しい。だからいろいろその用語も話もあったけど、その用語を簡単にするっていうのがまずあって、うん、そこから特別な世界に行くことも多いじゃん。うん、まあオズの世界、アリスだったりしたり、うん、そう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 。それを世界観として共有するためには、その世界観に入らなきゃいけないと、うんうん、でも世界観に入る行為ってよくわからんくない？なんかどうしたらいい？世界観に入る。そう、言ってることわかる。見る方で見てて、あんまり何も考えない。そうですね。スッと入っちゃう。いや、あのやっぱり拒否感あるときはあって、で、あれと本気の手には入らない人ね。入らない。ちょっとまあ、だから、じゃ、知らない間に入れてくれてるときはあります。それさ、うん、そうさせる技術っていうのがエンタメはすごい。なるほど。なるほど、ね、歌とかダンスってある種のちょっと麻痺状態された上でモスモに入ってしまう。うん、そのあたりに僕結構ポイントあるんじゃない。あ、でもダンスは強い。あ、これを見てるとダンスって、うん、そういう意味ではダンスってなんか見てる人がちょっと体動かしたくなるとか、うん、見てることもちょっと体に力が入って、なんかね、リズムとか呼吸も、うん、そのままダンス終わったら入っても入りましたみたいな感じにはなるのかもしれないですね。うんうん、競争感というそういうことも繋がってくる。そうですね。なるほどね。あ、いや、ちょっと、広瀬君と事前に話した時に上がってた、土砂とかバンカとか。そんなことしてる。え？どういうことですか？まさかの。僕らだけやで。俺ら出遅れてる。こっからですね。そんな撮影してもらったから。順番だったんですけど。エンタメ系、エンタメ系やる、エンタメ系やる。そう、あのなんか著者とか漫画とかの話がちょっと出て、エンタメ系といえば上がってきて当然だろうなと思ったので、うんうんうん、ちょっと見てたんだけど、うんうん、なんかその今まずだからどう規定するかによるんですけど、うんうん、最初にだから思ってたというかエンタメ系という言葉が僕の中でなんか定義あるわけでしょ、うん、今言ったことでしょ、うん、それなんかちょっと違うなと思う。はまらないかった、うん、だから話が分かりやすい、分かりやすいのは分かりやすいんだけど、うん、結構重厚な物語やってたりして、年は重いですね。年は重いですね。年はとか番家さんもすごいやって、なんかこの日々分かるのみたいな、なんかそういうのがあるから、なんかここはちょっと違うような、かといってミジコタオさんが分かりやすすぎるとかするわけではなくて、向け方、お客さんへの向け方とか出し方が違うのかなと。うん、うちにこもるよりは、うん、おもてなしの心は持ってると思う。
なんかこう、そちらも眼科の上がってる作品のに対してのことなんですけど、あの、感じたまえでね、あの、配信されてる作品に関しては、どっちかというと分かりやすくというよりは、なんかこう、オープニングでバーって、そう、これがどうなってのってなってから、話が始まるみたいな、そちらもいつもそのパターン。それダンスの代わりなんです。なるほどね。わーってなってますよね。そうそうそう、わーから始まって、あとあとその状況がちょっとずつ分かってくるような、そうなんですよね。だから、あ、本読んでる感覚に近いかもしれない、うん、逆に言ったら物語 の, その設定がすごいたくさんあるとか、そっち水やとかって、まあ、2、3回見て、噛みつやきたくなる作品、そう、逆に一回見たらもうスカッとしてええわっていうような、まあ、大きく、さっくりさっくりエンタメでもあると思うんですけど、多分その今上がった打撃団は、多分その、噛みたい、2回、3回見たいタイプというか、いうイメージはあって、多分僕の、多分僕上げた、その、スティーブ・ダボさんも、僕の好みだけで、その、一発でスカッとっていうのを、好みやったんで、そっちに上げる感じであって、全部、それぞれ多分、定義にも当てはまるかなと思うんですけど、ただ今だから、この3人ない、非常に、で、誰が外れた今。誰が外れた今。今パッと出てきた。こっちやったから。こちらの3人が。ああ、そういうことね。こちらの3人が、例えば、なんとなく共通語が多いことが、こうやった今作っている人たちの感覚としてはっていう言い方になるんじゃないかな。なるほど。単純にさ、時代的なもんもあるじゃん。ある。だって、やっぱり分かんないけど、考えてたのは、やっぱ新幹線。うん、とか、うん、まあ、まあちょっとあれかもしれないけど、まあキャラメルボックス、うん、まあキャラメルはもう、ここら辺はもうエンタメでっていいでしょう、うん、まあ三谷幸喜をどうするかみたいなところがあるかなと思ってます、まあ、でもだからそこはね、多分あそこか、だからエンターテインメントがどうかっていう話ではなくて、エンタメ系って言葉として演劇ファンが使うときの使い方って何なのっていうところを、はい、あ僕らも、僕らの話はちょっと、田中さんの思ってるやつとは違う。その流れは、それに影響を受けた人たちがやっているものなんではないだろうかとも思ってます。ああ、なるほど。だから最初に、あの、縦シーンがあったり、ダンスシーンがあったりとか、そこから来てるのもあるんじゃないかなと思ったんですけど。あ、でも影響は受けてるよね、完全に。そうだね。あと、ピスタチオ。関西は完全にそうです、ね、関西はもうランディングショットマッチとか、あ、ね、男子って言っちゃいますよ、畑って言ったらね。だから西田シャトラーさんが残した、大塚さんが残した何かそういう気っていうのがものすごく、ね、深いわけです。そうそうそう、だからだって100万人さんもでしょ、クエンさんもでしょ、シャトラーさんのこうシャトラーシルドレンがどんどんこう今ストップしていくんですけど、僕ずっと思ってて、そうやん、でもさ、怖い、そう、わかるわかる、で、何かまたちょっと変わるんじゃないかと思ってて、だから、あのラブザワールドって、そうラブザワールドの中にそれはいっぱいいたでしょ、うん、いっぱいいた、ミジコさんもいたし、カリングもそうやし、あのコスさんも、あ、そうや、そうや、そうや、あのザグミみたいな、あれいかついの、結構、あ、これ太るとこれ全部まあまあそんなですけど、そうそう。その中でね、色濃く持ってたのが百万両さんなのかなと思うんですけど、ね、うん、でもそこからその後でもうまた行ってるでしょ、いろいろ。ああ、その後ね、うん。そう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 。まあ、ピスティットなんかはもういろいろ。HYT とかあるじゃないですか、ハーフイヤー。あれからいろいろ出てきてる、うん、役者さんはいっぱいいる。そうですね。うん、あ、そう。それは続いていってるんだよ、ね、そうだね、なんかいいな、いいな、そういうのいいね、言ってるね、なんかいいね、何チルドレン、分かんない、これほんまにないねん、あ、これほんまになんか合コンとかしかしてなかった、合コンチルドレン、お父さんとかって合コン、演劇の父みたいなのないねん、あ、そうそうそう、なるほどな、え、パシャマラ君は何、これうちの劇団ですもん、クリエサンクスがチルドレン、渡辺明から入ってるんですから、僕は演劇に関しては。渡辺さんは上何を見てるんですか？渡辺明さんは、まあ、僕、渡辺さんの師匠も知ってるんですけど、誰なんですか？田山翔さんっていう、もうすごい全然違う、もう関西とか関係なくて、
多分日本全国を回ってらっしゃる方で、まあ、お話だけ聞くとドイツで演出家の免許を持ってるっていう。免許制なの？ドイツはドイツの免許、そうですね、職能やから、そんな感じらしい。そういう方で、なんか長野オリンピック演出したとかっていう。あ、すごいね。でもそうなると今みたいなこうしたことではない。あ、でも結構わかりやすいもん。そうやって本とかも。でなんかそんな一緒にもやらせてもらったけど、うん、やっぱり演出の方法が結構、うん、なんかコントロールしている役者の演出が役者を支配している。なんか自分ではそう思ってないけどとりあえずやってみたらそう なってしまったみたいなことができる。あ、それすごいね。怖えと思う。そういうところ、まあ、でも僕直接はやっぱずっと渡辺明に ついてやってたんで。じゃあちょっと源流論もなんかちょっとちゃうな、売れてもそうそうそう、僕全然言うかなと思って。源流論で行くんやったらあの梅ちゃんに聞くのが一番。そうかそうか。何を見て今だってスカッとするのが好きっていう。あ、でもこれだいぶダメな答え出ますよ。よし、よし、行こう。どこへ行こう。ダメ。そうですね、お芝居は先輩がいない世代なので。お、完全に。スタートはどういうスタート、劇団のその前身というか。うちの劇団の前身は高校上がりで呼ばれたからちょっと麻雀しながら何やお芝居するか言うて始めたのが最初なんですけど。高校演劇をやってたの。一応所属はしてたんですけど役者とかしてるわけではなく、うん、単に勉強の手伝いとかあるんですよ。じゃなくて、もう単に悪い仲間がするんで、実満をして、で、そのノリで、で、芝居やろうか。ちょっとやる。いいじゃないですか。で、阿佐ヶ谷スパイドとか。なんか、それはそれで、その右側の場所が悪くなって、で、大学も中退して、で、市内で腕試ししてきますわー、言うて、今の僕のとこで。で、やってきて、今の。だから、本当に上とかがなく、横の世界だけ一撃屋さんがある。なるほど。それでもその、じゃあやるわってやった時は、どうやって自分の中から湧き起こるものだけで作ったみたいな。そうですね。多分あの、ね、僕よく言うんですけど、ジャンプ大好きでアニメなり、ただのオタクなんですけど、うんうん、もう、おもろいジャンプの漫画ないから、じゃあ俺作るわっていうタイプの。それ、ジャンプ感ってめっちゃあると。あー、そうですね。そうだね。ジャンプっぽいのが多い。努力、友情、勝利。勝利ジャンプで連載されてる合同系の漫画のノリ。ミジンコターボさんはすごくそういう感覚を出ますね。あ、でもなんか途中から僕の中では変わらなかったなっていう。絵本の感じ。あー、なるほどね。それ途中からか。もう本当にここ何個か自動作品というか、お子様に向けて、プラス、まあ、連れてきたお父様、お母様に向けても大丈夫っていうものの視点、昔から持ってらっしゃるけど、それにどんどん移行していったんでしょうかな。僕はだから、源流もクソもっていうところの人間なので、逆に上の人たちはどうやってやってきてはんの。暗中古作なんです。だから、師匠が言うみたいな言葉が出したくても出れないんで。そうですね。もうすぐオープニング流れるんじゃん。そうだ。そうだ。始まる。始まる。いやー、長い間時間やったな。FM が入ってますので、オープニングで。はい。オープニングの。なるほど。このオープニングの間に僕、トイレ行くんで。ほんなら、あの、流せる準備が来たら、ちょっと一旦、そうですね。じゃあ、たぶん次からは、だから CM 動画も作っといた方がいいです。あ、ほんまや。そうなの。トイレ行きたい。トイレ行きたい時に。今打ち合わせです。じゃあ、休憩の安中模索や。じゃあ、あの、お客さん、あの、合図があったら、2分間の休憩になりますので。はい。トイレはでも、なんかね。トイレどこにあるんですか、この結構ね、めんどくさかった。どこにあるんですか。ここに来るお客さんもいるんでね。できたら、先生を見ていただけると。1、2、4とありますが、CM 入ってからオープニング、はい、オープニング1、2、4、あ、これだカメラがチェンジしましたよ。あ、どっちか今14人も見てくださってます。ああ、マジですか。めっちゃ見てはるな。あ、怖い。誰が見てんねやろ。俺もそう思ってたね。じゃあオープニングを、はい、休憩だったらオープニングをお願いします。はい、トイレ行く方行ってください。9、9、はい、
お休みさんで。何分ぐらい？名前とは。名前出て、俺どうしたらええやろ。カメラ前じゃないよ。あ、今度はこっちのカメラだけでいい。はい、音声来ましたね。はい、あ、音声は。はい。こんばんは。こんばんは。ちょっと今、サウンドオンリーです。はい、サウンドオンリーで。サウンドオンリーです。サウンドオンリーです。エヴァンゲリオンみたいな。黒い感じ。はい、というわけで。はい、エヴァンゲリオンも分からなかったので、しばらく考えましょう。あ、そうですか。あの、モノリスの。全然でも、はい。あれ、サウンドオンリーで出るんです。あ、そうでしたね。映画版かな新かな。ある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 。エビアでも出てますよ。そういうのじゃなくて、そこ広げて。ダセルが今ちょっと。ダセルの強いよ。楽しいか。やるね。まあまあ、じゃあ、ちょっとね、原理論とかも話したんですけども、はい、そうですね、ちょっとこの話はまとまりにくいだろうということで、うん、じゃあもう初期の話に戻って、ちょっと。定義を決め、そこを次に決めた方がいいな。言った、それ言ったくなんで。はい、いうことで、ちょっとね、トイレ、トイレ休憩の間で、はい、はい、ゆうすけさんの執行猶予の間で、はい、面白い面白いね。
主にね、本当にでしたんだね。本当にでしたんだね。言ってたら言うてくる。言うてくる。はい。はい。いや、面白い。はい。さあ、秀吉さんのお家はこれぐらいでしょうか。いや、はい。そう。で、ちょっと話してたんですが、うん、さっきの間に。うん、結局、出た項目、15個ぐらい、15個もないか、12、3あったんですけど、うん、これをまとめると、うん、ちょっと、盛り上がり競争感。はい、っていうのと、ね、と分かりやすさ、結局分かりやすいかどうかじゃないのか、うん、っていうのと、あと、見た目が派手かどうかなんじゃないの、見た目、ね、これ見た目に限定します、見た目そうか、派手さに、お芝居とか、そうか、そうか、お芝居、うん、あ、じゃあどうなんだろう、あのさっき言ってた脱線力とかっていうのもどこに入ったりするんですよね、ワードセンスすごくいいよね、これじゃなくて盛り上がりに、あ、そうか、狂ってる感じだから脱線してる感じは競争感、脱線でもう全部をなんか包括するいい言葉がね、それこそエンタメなんで分かりやすい言葉でまとめる、そうですね、でもそれこそエンターテインメントじゃないの、そうです、エンタメ、嫌がらしい、これをまとめるとエンタメになる、うん、はなる、ただまあ指標として2つに分けたいと、うん、すごくそうですね、なんかすごく当たり前のところに帰ってきてるあるんですけど、結構だからいいですね、これ一瞬出た上でのそういうところ、うん、意味は違う、そうですね、うん、だいぶ、まあ、これ2つにするんですか、これをね2つに絞ってここに書き込んでいくかと思います、はい、どうしますか、どうしましょうか、盛り上がり、こことここ似てる気がしますけどね、盛り上がりはね、そうですよね、じゃあ分かりやすさと派手さにしますか、そうですね、僕デフォルメって言葉が好きでした、あ、分かりやすい、分かりやすい、ね、分かりやすい、デフォルメは分かりやすさになると思います、なるほど、なるほど、ってことは、じゃあ、派手さは、じゃあここの上に、なんだろう、このお祭り感、あ、じゃあ派手、まあまあ、じゃあ派手って言葉でいいんですかね、派手って言葉でいいよ、まあ、うん、まとま、全部まとめて派手っていう、あ、分かりました、じゃあ派手、派手と分かりやすさがポイントであるから、これをこの、あの今日の軸にします。分かりました。はいはい、縦をですね、じゃあ派手にしますかね。はい。はい。はい、なんかそれ、反対が結構いかつい。派手の反対が、ね、地味ですか、どう考えても地味で分かりやすい。それも最悪やみたいな話にならないですか、いや、それが好きっていう人がいるから。まあまあまあ、それはね、うん。そうです。ただ、エンタメだけの話なんで。派手はこの、この派手良かったですか、はい、そうですね、派閥の派閥の派ですね、で、これの反対は地味ですね、汚いなぁ読みにくいなぁもういい、今から横だけですよ、今からですか、はい、じゃあ、左手が分かりにくい、そう、こっちが、こっちが分かりやすいね、あ、こっちが分かりやすい、そうですよ、はい、うん、それは分かりやすい、うん、あ、でもどうなんですか、ね、分かりやすくなる地味ってなると何やろうね、分かりやすいけど地味ってなんかフランス人フリトリティーヌとかじゃないそんなん言っていいでも確かに派手と言われたら派手ではないですよ、今まで言った文脈の中で派手ではない、ここじゃなくてこの辺ってことね、あ、地味の中でももうカメラ出てる地味っていう言葉をもうちょっと変えたから、だから、多分ね、静かとかしてこの派手が上というか派手っていう柱に対してポジティブかネガティブかみたいな指標やと思ったのが、なんか分かりやすいっていうのもなんかちょっとあるよね、よく言うのアート的とかなんか言ってた、分かりやすいに対してのアート的とか、そんなに言葉を選ぶべきじゃない、今いや、いいけどもういいよこれで。いいですね。俺コンセプトだもん、ね。いやもう、この方が分かりやすい。分かりやすい。いいのも分かりやすい。そう、ね、はい、もうこれ、そんな、あ、ね、定義が曖昧になるとやっぱりよろしくないので。そうですね。この単純にいきましょう。単純にいきましょう。はい。じゃあもう派手か地味か。はい。じゃあちょっとね、ちょこちょこ作品名が上がってた、はい、したのをいろいろ。
ね、分類していこうと。いっぱい上げていくんですか、じゃあ。人間の見えたやつ。そうですね。見たやつどのあたりに来るんだろうっていう。それはその見た人だけがここっていうっていうことですね、今から。それ見たか、これ見たらどうします。いや、でもそんなことないです。俺多分、あ、じゃあ、申し訳ないけど、ドカンセアリス見ましたけど、はい、派手は派手でした。確かに、うん、見た目もすごいゴシックなやつをやってはったりとか、うん、で、役者さんも派手やし、演技としても派手やったけど。竹野さんまた書くんですか。そうですね。正直、ちょっとなんか、内容はちょっと分かりに、結構ね、殺人がテーマやったりとか、なんか連続殺人が起こったりとかして、ちょっと、どうなっていくかっていうのが。でちょっと分かりにくいに入るかもしれない。あ、じゃあ、はい、そのあたりに、そうね、4本ですからね、とりあえず。それともここに置きましょう。ここに置きましょう。あ、飯塚さん、書いてください。もうだから言ったやねんか。自分で書くのってちゃんと言ったって。この辺ね、言ってありますよ。探偵の探偵が分からへんなって。見たらいい。乗ってますよ。なんか嫌やな。なんで頼らないんですか、他を。ねえ。はい。はい。マインさん、ここですよ。マインさん見てる？マインさん、ここで。ここに来ました、探偵アリスは。狭い。探偵だマインさんはあの演出して。あ、そうなんだ。僕はあれなんですよ、パノラマ島の3回目やったかな？ 2 回目やったかな？3回目の天使アンド、ま、天使巻きの あのね、SE 叩いてる。あ、そうなの。出てったっていうのを思ってた、流れ的に。その前、ちょっと前ぐらいに本番やってて、で、あの音響が三宅すみえさんなんですけど、さっきバイトするって書いてある。ちょっと SE 叩いてくれへんって、あ、いいっすよって叩いてる。出てそうやけどね、なんか。感じは、まあ、時期が時期なんよね。まだなんかこじんまりしてたから。まだこじんまりかどうかって言ったらまた別ですけどね。じゃあ僕が、はい、あ、伊藤山プロデュースですね。あ、これでもこれは分かりやすいですよ。これ台本を書くところ分かり慣れてくるんじゃない。相当分かりやすいですからね。そうです。相当わかりやすくて、間違っても地味ではない。地味ではない。決して地味ではなかった。この絵も。この辺り、うん、これちょっと、わかりやすいですね。よし。わかりやすい。じゃあ、そこに書こう。はい。じゃあ、ここに。でも、まあ、もしかしてこれよりわかりやすいが来る可能性が、出てくる可能性があるので、ちょっとこの辺りに書いておいて。ね、わかりやすいに関しては、そうそう、でも、もう抜群に。4本パカパッと上げていった後で、じゃあこ今のところやったら断定これになっちゃうから、そうですね、他のでもこれを、他のもあるなら、僕のもあるのなら、あれこそ分かんねえわ。じゃあ、指差しましょう。ここですよ、大相撲さんの。はい、はい、はい、次は、次どうします、僕行きましょうか。はい、そうですね。まあ、長いから、ミジンコさんで書いてあるんですか。大炎上、大炎上、大炎上。でもね、僕もだいぶ派手でしたね。ちょっと燃えてましたし、あと話がもうだからもうタイトル通りなんですよ。わかりやすい。私が燃えて死ぬまでの話でした。あ、なんか、そうだったし、もうまさにですし、そうです。今はもう同列とかぐらいに、あとね、明智光秀の役の人がすごいね、僕ね、すごい好きだったんですよ。笑える人は見てる人です。え、じゃあ明智光秀はどこに入る。明智光秀はこの中どこに入る。はい、こんなテンション死ぬがいい。はい。でも明智光秀何言ってるかわからなかったから。あ、わかり、これはごめん。明智光秀いや、ちょっとね、でも同じところに来ると面白みがないので、ちょっとね、でもそれは言っていいですか。はい、これどうされるかな。これね、実は俺の仕事先の人を見に行ってたらしくて、まだ動いてる。結構50ぐらいのお母さんですけど、なんかあの、すごいのは、すごいのは伝わったけど、話は全くわからんかったって言うてはる。ああ、なるほど。いや、でもそれも一じゃないですか。それは、多分、なんていうのか、それはね、世代、世代よ、あれよ、あの、ノリが僕も見たんですけど、大炎上、うんうん、あのノリ、例えば、まあ、J-POP が流れるとか、その笑いのノリとか、とかやっぱりその世代のノリをガンガンに押しているがゆえに、そこのゾーンに外れた人はやっぱりちょっとピンと来ない部分は
あるのかもしれない。入るとめっちゃおもろい、うんうん、みたいなのはあるかもしれないなと。それは確かにちょオズと比べるとさすがにちょっと分かりにくいよね。だから最初の年齢っていう幅で言うとちょっと狭い。本公演の方はガッチリそっち行くんですけど、ショートショートの方はちょっとそっち狙いみたいな。そうですね、狭まって、まあ、ちょっとわざと変な感じで少し違うことやってはる。派手でかつちょっと真ん中に。そうですね、そこですね。派手はでも派手や、うん、派手なんか地味なんか分かんないですけどね、照明ずっと赤いっていう。めちゃくちゃボーボーしてますよね。1時間ずっと演技は派手やなと。ああ、そうか。ファーストなのに、すぐ飛ばしてくる演技をする。わかんなかったですね、どこか逆に。ああ、そうか。ピアノぐらいの、そのあたりじゃ、はい、推しが強い、そうですね。すごく与えられるっていう演技をされてましたね。池の芝居があんまりない感じで。で、シェリー・ブロッサム、はい、シェリー・ブロッサム。シェリー・ブロッサムもね、そういう意味ではね、分かりやすすぎはしないと。どちらかというと、まあ、左側に入るかなぐらいの、うん、左側まではいかないんですけど、話の作りとしてしっかり分からせようとはしてるから あれやけど、うん、じゃあ全ての人に当たるかって言ったら多分、うん、当たらへんのちゃうかなとは思う。なんか子供ができひん親の話なんで。ああ、それは中学生に。そう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 、そういう意味では、うん、その子供に向けては全然作りなくて、うん、探偵アリスより分かりやすいかどうかってことですよね。そうね。ああ、ね、今の表現だったらね。探偵アリスはね、結構本当にキャラクターがすごい、なんだろうな、アリス・リデルとかソリニとか、もうシャーロック・ホームズとかはまあ分かるけど、ウーディーニを奇術師として使って出てきたりとか、H.G. ウェルズをハードゲインによって出てくるとか、その時点でやっぱりちょっとこうなってる。しかも、チェリー・ブラッサムは探偵アリスとかより派手かどうかっていうところもあります、ね。探偵アリス見てない。あ、僕一応オープニングだけこっち見て、立花君の芝居とかちょろっと見たけど。ああ、ジニア。ダンスシーンも見たけど、あの基本的に舞台上にその桜の木がバーッとなってて、何もないような、ただちょっと暗めの舞台から始まって、衣装も結構現代風の衣装っていうの、まあ、ちょっと派手にはしてあるけど、じゃあもう、だからもう、夢迎えて、いや、俺、両方見てるから、俺でもこの辺りぐらいで、ね、ね、そうやね、ここにバランス取れてる、ここね、バランス派じゃない、バランス派。ケリー、これでも、はい、はい、おお、ここに来ましたよ。はい、こちらにも、あ、こうなんですね。本当にこれ見てはる人はいるのかな。わからない。そうか、今から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 気になったらあの DVD を買っていただくもよし、引き払っていただくもよしってことですよね。はい、そういうための番組ですよね。まあ、はい、あれは言わないやるのか、あ、言わないやる、あ、そんなん聞いてなかった。俺が一番出遅れてるわ。俺が一番出遅れてるわ。いや、いや、いいですね。二番やのに、ほんまに確かにその通りですから見ていただいたら、まあ、僕らはね、これについて嘘つく意味がないですから、逆に僕らが間違ってるかどうか試して見てもらいたい。だから感覚が一緒かどうかっていう指標にもなるわけですよ。なんか物語で語ってないじゃないですか。全然ね、全然そうしてないですから、ね、だからそういう見方で見た場合こうなります。もっと言えば、僕ら作り手の方です。はい、作り手が分かりやすいって言ってたものが、お客さんが見たときに、いや、そうじゃないって言われるパターンもあるってことですよ。これね、めっちゃ分かりやすいよ。そうそう、っていう話もあるから、そういうの意味でも見て、ちょっとあの意見は欲しい。それはほんまにマジで欲しいだろう。それはあの感覚が、自分らの感覚が合ってるのかどうか。お前ら間違ってないちゃうぞ、このメガネって言われたら。メガネばっかり。メガネばっかり。いいけどね、なんか無視期間があってなんかライブじゃないですか。ゴッド、これでもね、エンタメでこれってなったら、こっちがそうだよ、ね、今僕たちがネガティブなイメージを持ってますけど、エンタメあると思うね、でしょ、いや、エンタメにおいてもあるんじゃない。あ、これエンタメにおいてか、そうだから、ここに行くからって言って演劇としてどうっていう話じゃないですか。だって物語の話は何にもしてないから、下手したらエンタメは映ってないから思んねえわっていう人もいるわけですし、まあ、もうエンタメってパッケージはないやっていう、そういうことですからね、これに関して言うのは。
んな感じで。そうね、だから、あの、まあ、結論としては、派手で分かりやすいものがエンターテインメントだよ。めっちゃ派手だよ。そうですね。1時間半でこれだよ。そうですね。これ、関西のエンタメ系って呼ばれているところは派手。